荒野,荒野の血統、荒野の血統、荒野の血統、マイ、ダーリング・クレメンタインは1946年のアメリカ映画。ジョン・フォード監督による西部劇映画の古典的な作品である。主演はヘンリー・フォンダ。オーケー牧場の血統を題材としている。史上溢れる西部劇の傑作として名高い。ジョン・フォード監督作品の西部劇映画の中でも駅馬車と並んで、 最高傑作と評されている。駅馬車が、銅の西部劇なら、荒野の決闘は西の西部劇との声もある。また、平和でのどかな、日曜日の朝の描写は秀逸。同一事件を扱った他の映画作品とは違い、アクション映画というよりも、ドラマとしての色彩が強い。無法の街が平和を取り戻す過程に、東部から恋人の後を追ってきたクレメンタインの思いと、 ドカホリディの心情、そのジョーフチワワのやりきれなさ、クレメンタインに対するワイアットアープの淡い恋心、等を絡めて、西部開拓時代の様子が、風情豊かに描かれている。日本でのリバイバル公開の際には、愛しのクレメンタインというサブタイトルがついたが、実は、こちらが現代である。実在のガンマン、ワイアットアープ本人からの聞き書きをもとに、スチュアート・イヌレイクが表した。 半世紀、ワイアットアープフロンティアマーシャルを原作とする3度目の映画化作品。ジョン・ホードはまだ駆け出しの頃に撮影所を訪ねた晩年のアープと実際に会ったことがあり、その時本人から聞いた話の通りに本作を作ったというエピソードがある。しかし、実際には荒野の決闘の人物設定やストーリー展開は史実からの乖離が非常に大きい。 この映画の舞台は、アリゾナ州のメキシコ国境近くのトゥームストーンであるが、撮影場所はそこから北へ約770キロメートルの、ユタアリゾナ領州にまたがる、ジョン・フォード西部劇ご約束のモニュメントバレーである。モニュメントバレーは、ナバ補足留地内にあり、フォードは25万ドルかけて、そこにトゥームストーンの街を、そっくり、セットとして建設し、長期ロケによる撮影に及んだ。 このため、撮影現場は、実際に、荒野に孤立した街となり、戸外でのショットの際、通りの彼方や建物と建物の間に、果てなく広がる荒野や木岩が入ることになった。手前から奥まで縦に通った構図に、霧や砂ぼこりが風で運ばれる様子や雲のよう、はるか彼方を進む、馬車体などが自然に映り込むことにより、空気感が増しリアリティや市場が醸し出されている。また、 一般の西部劇ではあまり見られない、荒野川から見た孤立した街の様子や、街と荒野の境目の情景が描かれている。当然、主要な建物の位置関係にも破綻がない。フォードはさらに BGM の使用を極力廃止、自然の音を優先することにより、画面の現実感を引き出している。トゥームストンのセットは、撮影終了後もナバホの部族会議に寄付される形で、 残されたが、1951年になって処分された。ワイアット、モーガン、バージル、ジェームズのアープ兄弟は、牛追いとなってカリフォルニアまで牛の群れを運んでいた。途中のアラノで、クラントン一家の当主オールドマン・クラントンと、男のアイクに出会う。牛を売れと必要に持ちかけられるが、ワイアットは断った。近くにトゥームストンという町があることを教わり、今晩行ってみようと答える。 その夜、町の近郊で八重をしていたアープ兄弟は、四男のジェームズが買った純銀の首飾りをネタに、談笑していた。彼を故郷で待っている婚約者のコリースへの、土産なのだ。三人は、若年のジェームズ一人を、牛の群れの見張りに残し、暗雲の夜道を、トゥームストーンへ向かう。夜だというのに、けたたましい喧騒に満ちた、トゥームストーン。 到着した三人は、理髪店に向かう。早速髭を揃おうとした瞬間、銃声が鳴り響き銃弾が飛び込んできた。泥酔したインディアン・チャーリーが、拳銃をぶっぱなして暴れていたのだ。命が惜しい保安官は及び腰になり、その場で町長にバッジを返し退職を表明した。落ち着いて髭もそれない状況にゴを煮やしたワイアットは、無法者が牢状している召喚に2階の窓から侵入。 頭を殴って気絶させ、引きずり出してきた。感激した町長は、この町の保安官になってくれないかと依頼する。彼は、ワイアットの名前を聞き、有名なダチシティの保安官だと驚くが、ワイアットは、元保安官だとすげなく断る。三人が、野営地に戻ってみると、牛の群れは一頭もいなくなり、射殺された、ジェームズの遺体が無言で豪雨に撃たれていた。 町にとって返したワイアットは、ホテルに住まう町長のもとを訪ね、保安官を引き受ける。彼の部屋を出たアープは、ホテルの玄関で、土砂降りの雨の中を来た、クラントン一家と鉢合わせた。ランプの明かりの下、退治する双方。かすかに雷鳴が聞こえる。牛を盗まれたのでこの町に留まり、保安官をすると告げるワイアット。保安官トゥームストンで嘲笑するオールドマンは、 ワイアットの名を聞いた途端に顔色を失う。ジェームズの母前にぬかずくワイアット。この街を出て行く頃には、子供が安心して住める街にして見せると誓う。保安官となったアープ兄弟は、職務の傍ら消えた牛の足取りを追っていた。クラントン一家は怪しいが決め手が見つからない。ワイアットが酒場でポーカーをしていると、酒場の歌姫チワワが、一万頭の牛がいなくなった。 という歌を嫌がらせに歌い出す。さらにワイアットのカードを盗み見て、賭博口に合図を送る。彼女は賭博の元締め、毒ホリリの丈夫であり、毒の留守中に保安官に就任したワイアットを疎ましく思っているのだ。ワイアットはチワワを水桶に突っ込んで、お仕置きをする。リシも駅馬車の護衛から戻った毒が賭博口を叩き出し、それは、 俺の仕事だというワイアットとの間に緊張が走る。お互いを牽制し合い一時は一触即発の状態となるが、二人はどちらからともなく折り合い、乾杯するに至った。そんな折荒くれたトゥームストーンの街に巡業のシェイクスピア役者がやってくる。街を挙げての大歓迎となるが、興行当日に行方不明となってしまう。怒り狂った住民たちは、 工業主をリンチしようとして、ワイアットに止められる。ワイアットとドクは、酒場で役者を見つけ出した。クラントン一家に、拉致されて、芸を強要されていたのだ。銃で脅され、テーブルの上で、ハムレットを演じ出す役者は、緊張のあまりセリフに詰まってしまう。するとそれを見ていたドクが、静かにセリフの続きを語り出すのだった。だが途中で咳の発作を起こし、彼は外へと出て行ってしまう。 一人になったワイアットが役者を連れ帰ろうとしたとき、そうはさせじとアイク・クラントンが銃に手をかける。ワイアットは一瞬のうちに抜き出した銃で、アイクを殴り倒し、もう一人の銃を撃ち落とした。何事かと、裏から出てきたオールドマンは、息子たちの火を浴び彼らを送り出した後、無知で激しく息子たちを殴り、縫い、たら、殺せとつぶやくのであった。トゥームストンの街に平和がやってきた。 ワイアットは、歩道上に持ち出した椅子に腰掛け、傍らの柱に足を掛けて、暖かい日差しを浴び、ぷらぷらとくつろいでいる。駅馬車が到着して、賭博士が降りてくるが、街にとどまらずに次の瓶で立てと促されて、うなずき、そそくさと去る。人影が、まばらになった時、馬車から、清楚な風情の娘が降りてくる。思わず、椅子から立ち上がるワイアット。 駅馬車の屋根に積んだ荷物が降ろせずに困っている様子を見かねて、春巡した後に手伝いを申し出る。彼は、娘の荷物を抱え、ホテルのクロークに案内し、ルームサービスのコーヒーと頼まれもしない風呂の支度まで、手配する。そんなワイアットを、偶然に居合わせたモーガンとバージルがありえないものを見る表情で呆然と見送る。娘の名前は、クレメンタインカーター。 恋人のドクター・ジョン・ホリディを探し、はるばるボストンからやってきたのだ。彼はかって将来を職望された優秀な月会だったが、行方がわからなくなっていた。彼女の荷物をホテルの部屋まで運んだワイアットは、廊下を挟んだ向かいがドク・ホリディの部屋だと教え、彼の部屋には、額に入った医師免許とクレメンタインの写真の入った写真立てがあった。その夜、 クレメンタインと再会した毒は彼女を拒絶する。死病の結核をわずらい下界の道を諦めて、西部を流れ、幾度とない命のやりとりの末、その名を聞けばなく子も黙るごろつきとかし、賭博の元締めへと身を持ち崩した男にとっては、所詮無理な相談なのだ。君が帰らないなら俺がこの町を出ると言われ、クレメンタインは仕方なく、東部へ帰ることを了承した。 やけになって酒を煽る毒。チワワは毒を構おうとするが、あっちへ行って馬鹿な歌を歌ってろと冷たく拒絶される。泥水の挙句く二重を振り回し出した毒は、ワイアットに殴り倒されて、ホテルの部屋へと運ばれる。日曜の朝が来た。晴れやかな日差しの下、馬車に乗った人々が、楽しげな音楽を奏でながら、続々と街に集まってくる。ワイアットは、 床屋で生発量をベタベタにつけた七十三分けにされ、香水をたっぷりと振りかけられてしまう。本人は当枠気味だが、床屋は大満足だ。朝食をたらふく食べた弟たちは、ジェームズの墓参りに行くという。次々と集まる人々は彼らに、故郷の日曜礼拝に向かう人たちを思い出させる。バージルがなんだかスイカズラの花のような香りがすると言い出すと、 口を絵の字に曲げ、俺、だ、床屋でと答えるワイアット。そこへ、笑顔のシンプソン氏が家族を乗せた馬車で通りかかった。この集まりが、教会建設のための募金を集める集会であることを伝え、ダンスパーティーへと誘う。治安維持の任務があるのでとワイアットは丁重に、お断りをする。二日酔いの朝を迎えたドクは、床を見舞ったチワワワに銃日程メキシコへ行くと伝える。 連れて行ってくれとせがむちわわに、それも悪くないな結婚式の準備でもさせておけと毒は、答えた。荷物をまとめたクレメンタインはホテルのロビーで街を去る、駅馬車を待っていた。通りかかったワイアットに諦めが良すぎると引き止められるが、意志は固い。そこに風に乗ってかすかに教会の鐘の音が聞こえてくる。階段を降りてきた町長が、 シンプソン氏の教会建設の目論見みを嬉しそうに告げる。硬かったクレメンタインの表情にも微笑みが浮かぶ。ここの朝が好き。空気が澄んでいて、きれい深呼吸して、サボテンの花の香りが、とつぶやく彼女に、私、です。床屋で取り違ぎに答えるわやっと、クレメンタインからの礼拝への誘いを二つ返事で受けた。彼は、彼女と腕を組んで教会へと歩き出す。 ゆっくりと歩む二人を床屋が笑顔で見送る。かすかに聞こえてくる賛美歌が次第に大きくなっていく。やがて道の向こうにまだ骨組みだけの教会の塔が見えて来る。鐘が鳴っている。その下には大勢の人々が集い、声を合わせて歌っていた。ジェームズの墓参りから戻ったモーガンとバージルはダンスパーティーでクレメンタインと踊り回るワイアットの姿を発見し、 仰転する。旅立ちの支度をしたドクは、ホテルのレストランで、ワイアットとクレメンタインがシンプソン氏をはじめとする、町の住民たちと歓談しているところに遭遇し、悶脈を起こす。クレメンタインに、君が出ていかないのなら俺が出ていくと迫るが、ワイアットに、人を追い出すのは、私の仕事だ。彼女は、好きなだけ、ここに泊まると止められる。ドクは、話は終わりだ。 今度からは銃を持ち歩けと捨て台詞を残し、駅馬車の護衛として、通村へと旅立った。チワワは、クレメンタインの部屋へ駆け込み、毒が自分を置いて行ってしまったのは、クレメンタインのせいだと彼女に掴みかかる。それを止めに入ったワヤットは、チワワの胸に、ジェームズの純銀の首飾りが下がっているのに気づく。誰にもらったと尋ねられたチワワは、クレメンタインへの当て付けに、 毒からのプレゼントだと答える。ワイアットは毒の後を追った。ワイアットは毒の乗った駅馬車に追いついた。話を聞かず連れ帰りたければ腕づくで来いと行きまく毒。抜き合う二人。毒の銃は弾き飛ばされた。街にとって返した二人はチワワの部屋のドアを叩く。ながその時部屋の中にはビリー・クラントンがいた。チワワは窓から彼を出し、 二人を部屋に入れる。問い詰められた彼女は葛藤するが、毒の権威を晴らすため、ジェームズの純銀の首飾りをビリー・クラントンにもらったことを白状した。しかし次の瞬間銃声が響き、彼女は倒れる。馬に飛び乗って逃げるビリーをバージルが追跡する。チワワは重傷ですぐに手術が必要だ。毒は酒場のテーブルとありったけのランプを集め、 麻酔もない劣悪な条件下で、クレメンタインを助手に緊急手術を勧告する。バージルと打ち合いつつ逃げるビリーは自宅までたどり着くが門前で事切れる。遅れてクラントン家にたどり着いたバージルは家内に招き入れられ、ビリーの死体を見せられる。脅威を表し自居するバージルを背後からオールドマンが打ち殺した。チワワは痛みに耐え、手術は成功した。 ワイアットたちと、ささやかな祝杯をあげ、酒場を立ち去る毒を、戸口に佇むクレメンタインが称える。その様子を見送りながら、恋をしたことがあるかとバーテンダーのマックに尋ねる。ワイアット。祝杯を干し酒場を出たワイアットは、突然の銃声に襲われる。馬で駆けてくる、クラントン一家。バージルの遺体を路上に投げ出す。OK コラルで待ってるぜ。捨てゼリフを吐き、駆け去っていく。 保安官事務所を町長とシンプソン氏が訪れる。スケ人トを買って出た二人に、ワイアットは、身内のことだから、と、春順を見せる。OK コラルには、クラントン一家が集結し、時の来るのを待っている。再び保安官事務所のドアがノックされ、無表情の毒が入ってきた。チワワ、の容体はと問いかけるワイアットに、毒は、死んだ、何が、ドクター・ジョン・ホリディだと吐き捨て、 ショットガンをお手にする。いつやる日の出だ。あ、夜明けが来た。ワイアットは、逮捕状を書き終えた蝶々とシンプソン氏に弾を抜いた、ショットガンを渡し、モーガンとドクのふりをしてもらうことにした。三人並んで大通りを、OK コラールに向かう。その姿に、相手が気を取られている暇に、本物のモーガンとドクは別ルートで側面へと、回り込んだ。 逮捕状が出たことを告げ自主を勧告するワイアットと、それを断るオールドマン・クラントン。ジェームズを殺したのは誰だとの問いかけに、オールドマンは二人とも自分が殺したと叫び返す。両者の間を駅馬車が駆け抜け、砂煙で視界が閉ざされた。その時アイクが発砲して、決戦の火蓋が切られ、OK コラルの決闘が始まった。間髪入れぬ、ワイアットの王者でアイクは倒れる。 毒は柵を乗り越えようとして、咳の発作を起こし被弾する。モーガンは乱射線に陥るが、ワイアットが駆け抜けながら、サムを撃ち倒す。柵にすがり身を起こした毒はフィンを射殺してこと切れる。一人残ったオールドマンは小屋に追い詰められた。幸福の勧告に従い銃を捨てて出てくる。悲痛な声で、息子たちの名を叫ぶオールドマン。みんな死んだと冷たく告げるワイアット。お前は殺さん。 せいぜい長生きしてもらう。俺たちの親父の気持ちを味わえ。街を出て行け。流れて歩け、オールドマンは肩を落としてよろよろと歩き場に乗る。モーガンはその様子から目を離さずに、銃の玉を込め直している。去りかけた馬の歩みが止まり、オールドマンが振り向いて、銃を構えた。モーガンの連射。オールドマンは落馬し、動かなくなった。戦いは終わった。柵の傍らには、 毒の遺体が横たわっていた。町外れに佇むクレメンタイン。モーガンの乗った馬車と馬に乗ったワイアットが来る。モーガンは別れの挨拶をして先に去っていく。馬を織り帽子を脱いで言葉を交わす。クレメンタインは町へ残り、学校の先生になるという。一度故郷へ帰りことの次第を報告するが、また牛を追ってくるので必ず寄ると約束するワイアット。 クレメンタインの方にキスをし、握手をして、馬に乗る。実にいい名前だ。クレメンタインと告げ、モーガンを追う。クレメンタインは、果てしなく広がる荒野に向かい去りゆく二人を、いつまで見送っていた。荒野の血統は、ジョン・フォード監督の戦後第一作である。福音後一作目は、コレヒドール戦記だが、これは、戦時中に撮影まで行われており、 公開前に終戦を迎えたものである。よって、太平洋戦争終結後に最初に企画された作品という意味では、荒野決闘がそれにあたる。本作の公開時には、劇場に、ヘンリー・フォンダとビクター・マチュアの福音を迎える垂れ幕が、かかった。また、制作開始時に、ショイ・フォード一家のエキストラたちに招集がかけられたが、その中に応じない者たちがいて、 フォードの不況を買った。だが、実は彼らが戦死したり負傷して身動きできない者たちであることを知らされ、フォードはひどく落ち込んだ、というエピソードが残されている。荒野の決闘では、作中で多くの登場人物が、おのの大切な人を失ってゆく。弟を二人まで亡くすワイアット。愛人を救えず、死なせてしまう毒。すべての息子を殺されるオールドマン・クラントン。 やっと再会した婚約者を失うクレメン隊員。そういったやり場のない喪失感を描く一方で、一見その対極に見える治安を回復した保安官に対する住民たちの感謝や教会建設のためのダンスパーティーの歓喜に包まれた住民たちの描写など、明るくのどかでしみじみとした平和な情景も丹念に描かれる。 この両者が一体となって生み出される市場は多くの犠牲を払って得た平和を示唆しており、太平洋戦争終結直後という制作時の時代背景が密接に反映していると思われる。非公開試写版とはディレクターズカットから劇場公開版を作成する過程で、社内関係者のみの試写用に編集した版のことである。通常は劇場公開版完成後廃棄される。 荒野の決闘の場合、劇場公開版作成に、ジョン・フォードが関与していないため、非公開試写版が、ディレクターズ・カットに近い版として、意義を持つことになる。発見された、非公開試写版に残っている映像から想像するに、ディレクターズ・カットは、町の治安回復やワイアットと住民たちの関わりに、重点を置いた作りになっていたと思われる。それに対し、劇場公開版は、 クラントンとの対決部分を強調した活劇色やヒーロー性の強い物語に感じられるよう編集されている。非公開試写版の存在は、1990年代の中頃に有志アレイの映画化の授業で荒野の決闘が使用された時、生徒が授業の内容と教材として上映されたフィルムの内容との違いに気づいたことから発された。それまでは、 非公開試写版も単なる一般フィルムの一つとして、劇場公開版フィルムに混ざって20世紀フォックスの倉庫に保管されていた。この保管時の手違いのおかげで、失われたジョン・フォードのオリジナル版にしか存在しなかった映像の一部が、再び日の目を見ることとなった。なお発見された非公開試写版は、フィルム二巻目以降で、一巻目は劇場公開版しか残っていない。 日本でも、そうとは知られずに非公開試者版が劇場にかかったことがあるらしく、映画ファンの間で、ラストシーンでのアープのクレメンタインへのキスの有無が問題になったり、ジョナ・アイアランド演じるビリー・クラントンがチワワを撃って逃げるシーンで、追跡するバージル・アープが撃たれて落馬するシーンを記憶していた人がいたりした。なお、20世紀、フォックス発売の特別編 DVD には、 非公開視写版も収録されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。